皆さんこんにちは、渡辺裕之です。では今回は信長の予防大師パープキット斎藤家工房物語の続きをやっていきたいと思います。前回はですね、山名と足利将軍家が争っているその機に乗じて一気に将軍家を滅ぼして御所まで奪い取ったというところまでプレイの方を進めてきました。今回はその続きになります。で、今8月なんですけども、9月になって兵糧が入ってくると、各勢力一気に戦争を仕掛けてくると思うので、まずはその戦争のね、状況を見守りつつ我々の次の一手というのを考えていこうと思っています。なので最前線にあたる後瀬山、二条御所、清水山、金ヶ崎、小谷、この辺りには、だいぶ兵力を多めに突っ込んであります。一番いいパターンとしては上杉と武田がぶつかってくれて、山田と畠家がぶつかってくれるっていうね、それが一番理想的な展開になるんですけど、まあまあそう簡単にはいかないと思うので、ここはね、まずは何としても我々の領地を脅かされないようにね、しっかりと手綱を引き締めてプレイの方をしていこうと思います。で、毛利とは同盟済み、鈴木とも同盟済みです。もちろん六角、水野、今川、武田とも同盟済み。なので敵になる可能性があるのは山名と畠と上杉といったところになります。では時間をこのまま進めていきます。9月になって各国どういう動きをしてくるのかというところですね。まず最初にしっかり見極めていきましょう。報告いたします。兵糧がまとまって入ってきたこの時期が一番危ないですからね。では進出もしておきます。お金がね、最近結構苦しいんですよね。かしこまった。ちょっと前まではお金よりも兵糧がなくて苦しんでたんですけど、今はもうどちらかというとね、お金が足りないです。足軽をかなりの数雇っているというのがね、一番足かせになってるんですけど、まあ、今お話したように前線にね、兵を配置しておかなくてはいけない諸事情があるので、ここは我慢のしどころというふうに見定めていきます。では各国の動き見ていきます。まずは辻ヶ崎館、1万1000入ってるのか。信玄が宇治安に宣戦布告。ここはできればね、上杉に専念してほしかったところなんですけどね。で、長宗我部と毛利。長宗我部はね、今までの信長の野望だと AI に任せておくと滅びの道をひた走っていくんですけど、今回のね、大使だと長宗我部強いですよね。放っておくと拡大していく感じが印象としてあります。さあここは我慢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 というところで信玄と謙信もぶつかるね。ここは武田につく。手を貸してやろう。で、6ヶ月兵を貸してくれと。いや貸しますよ、全然貸します。小田に金ヶ崎まで持ってかれんのか。いや小田に金ヶ崎は無理よ。長島城と大聖寺は兵貸すよ。で、金はいらない、無条件で貸します。かたじけない。で、馬林では信玄75,000、これが攻め寄せてくるのか。とんでもない数だな。当然信玄が勝つよね。で、元就は大友と長宗我部と両巨大勢力と戦うの厳しそうだね。で、肝心の武田と上杉の戦いですね。あと表情紙も一新しました。秀吉、藤高、それに高虎を入れています。
彼らにね、教場主を任せます。本当にね、優秀ですよね。表情を終え、万能感がすごい。その戦術も入れときましょう。まあ会場で戦争戦闘する予定はないですけどね。で、なるほど、武田は信長が7万を率いて出陣、高岡城で上杉軍が迎え撃つという構図になってますね。何、ここは7万の武田軍を3万の上杉軍が跳ね返すか。畑と長宗我部、ここは畑につく。手を貸してやろう。これで当面の敵を山田に絞ることができるな。いや、山田と戦うの危険だな。できれば上杉領に進攻したいですけどね。単独で富山城1万5000でしょ、魚津城4000、高岡城3000、なんといっても春日山に1万5000が入ってるので、謙信直属のね、これとぶつかるのは難しい。武田がもう一度攻めてくれるその時を待ちましょう。報告いたします。というわけでね、じゃあこのまま時間を進めていきます。さて、ここで山田と畑がぶつかってくれる。これは畑について山田を一気に滅ぼしましょう。手を貸してやる。ここに来て生還を決め込んでいたのがプラスに出てるだ。竹部山ウーブ、この辺りに一気に兵を送れる。先制を布告しましょう。山田をここで撃破しておく。そうなったら容赦はせぬぞ。助立するぞ。で、畑とは状況をどんどん改善していきたいので、このあと畑に親善の使者を送っていきましょう。では軍を起こします。竹部山に数、まあ、こんなにはいらないと思うので少し削っていきます。1万5000でも多いかなっていうぐらいですけどね。竜置はいらない。で、あとはここもね、もう戦闘野戦を想定していないので、鉄砲や騎馬は温存します。これでまず竹部山に、さらに宇部城にも1万1000、赤松が1万1000か、戦場上限が1万9700になってるので、ここまでちょっと部隊数、いや兵数を調整しましょう。これで勝負になるんじゃないかな。出陣しましょう。一気に山田を攻め滅ぼす。我に続け。ただ山田も軍国州将兵か、使ってくるよな。山田の動きどうなるかですね。ちょっと注意しなきゃいけない動きになってるな。山田は矢上城で敵を迎え撃つ構えですかね。宇部城に7500、畑と山田がぶつかる。ここはどっちが勝つかだな。軍勢の数で言えば畑が4万、山田が8000、当然畑が勝つよな。さあ、我々は宇部城を、まあ包囲43日だな。あと交渉も使う。
でさらに武部山にもね兵を送ってますので、山名を一気にここで壊滅させる。そこまで追い込みましょう。今回全員しかなさ、信忠、信忠が入ってくるか。信忠は使えるからね。まあ信長には及ばないものの、信忠万能的に使える武将になってますからね。ではこのまま宇部、武部山、さらに弓木、これ隅、武田と攻め登っていきましょうか。で畑とはもう戦争をやめよう、仲良くしていこう、そういうつもりで使者を送っていきます。武部山城はさてどうするかな。モグラ攻めを決めて、その後は包囲、41日、ちょっと時間かかりますけど、ここはしょうがないね。義明を向かわせましょう。さあ頼むぞ直家、降伏してくれ。全面解放、乗ってこい。よし、あっさりと宇部城を取った。これは大きいね。兵力を失わずに宇部城を取れたので、このまま半兵衛は黒い城に向かいます。出陣しましょう。畑と山田、ここも畑が勝つ。いいね。畑とはもう戦争しないということを前提に、一気に山田を滅ぼして、対上杉に全兵力を集中させていきましょう。でそのために六角との同盟は延長します。六角に限らず全てのね、今既存の同盟は生かしていく。今は対上杉にね専念をしていきましょう。かしこまった。苦しい時もありましたけど、今順調に来てますからね。承知。何、栗山善助栗山善助は、官兵衛の家老ですね。黒田家の家老栗山善助が姫路城を守ったか。ここで畑に一矢報いる形取りましたね。さあ半兵衛は黒い城の攻略に入りましょう。強行で36日、いやーここは兵を失いたくない。53日、2ヶ月かけて包囲戦に入りましょう。武部山を落とした、早いな。手段は選ばぬ。違う違う、黒い城を今攻めていて、武部山はさっきの回で、やった話ですね。初段はしない。さあでは武部山を取った部隊で次向かいましょう。栗山善助が半兵衛のところに来るんだな、もしくは畑本体1万が武田城に向かっている。この辺りと戦闘になる可能性がありますね。手を打ちましょう。では我々は弓木城をスルーして一旦この隅城に向かいます。我に続け。畠山が滅びて武田軍も上杉北条に戦力を集中できる環境になったはずですね。畠とは一気に同盟ができる状態まで持ち込みたい。報告します。先月の終始です。で一気に同盟まで持ち込めれば、同盟をもう常々維持するというのを前提にね、畿内方面から北陸方面に兵を移すことができるので、まずはそこのね戦略が実行できるように注意深く外交を進めていきます。
そのためには山田にちょっとでも長く生き残ってもらいたいという思いもあれば、山田とは早めに城を奪っておきたいという思いもあり、ちょっと複雑ですね。山田が滅んでしまうと今畑との共同戦線が終了してしまうので、それはそれでちょっと微妙なんですよね。強行19日で行きます。よし、この隅地を取った。もう山田に抗う力は残ってないな。このまま姫路城取りに向かいましょう。出陣する。何、畑殿、金がなくなったか。貴重な親善タイムをここでミスミスなくしてしまうとは、迂闊でしたね。ここは急いで金を確保し、獲得するために兵糧を売り払いましょう。貴重な兵糧だけどしょうがない。今は畑との親善が第一。で、あとは武将の配属も、行っておきます。いくつか城取ってますからね。ここは一旦サクサクっと入れていきます。稲葉山にね、だいぶ武将がダブついてますので、稲葉山にダブついてる武将を一旦適当に入れます。本当は前線にはね、戦える武将、もっと分かりやすく言うと統率の高い武将を入れておきたいんですけど、どうしても戦う機会が多くなってきますからね、前線であればあるほど。これで配属全部終わってるかな。大丈夫だね。ではこれで進めていきます。お金は一旦ちょっとキープしたいものの、どうしても前線には準権状を立てておきたい。かしこまった。はっ、畑とは同盟をまず結べる状態にね、持っていきましょう。黒以上が兵糧攻め。この程度でしたか。清秀が味方になりましたね。武田城は畑が攻めてるんだな。であれば我々は姫路城をいただこう。風林火山、わしの戦を見せてやろう。武田と上杉がこうはあんまりいいニュースじゃないな。半兵衛の軍を一旦室津に向かわせましょう。行きます。だいぶ兵糧も減ってきてるからな。山田の軍勢1万が善助が指揮を取っている。こっちは三井で自らですね。ここは戦争に突入しましょう。山田は国衆将兵使ってきているので兵の数は降格、部隊数は敵の方が圧倒的に有利、味方は4部隊なの。なのでちょっと難しいな。ただそうか、モントがいてくれたんだな。モントがいてくれたおかげでこちらの軍勢が1万6000まで膨れ上がってるね。
しれない。さあ、ついにアタケと同盟が結べる状態になりました。なのでアタケと同盟を結んで、この後はね、上杉との戦いに兵力を集中させていこうと思います。ここまで長かったからな。ちょっとこのアタケとの同盟が乗るか反るかとても重要なので、先にそこまで見ていきましょう。アシナと武田はもちろん武田、ちょうど今秋9月収穫が終わったタイミングなので、アタケが宣戦布告してこないかどうかだけが心配ですね。よし、アタケとの同盟が鳴りましたね。これで我々が上杉領へ進攻するチャンスが出てきました。でちょっと周りの状況をバーッと進めてきてしまいましたので、確認をね、させていただこうと思います。内容的にはですね、山名がもう風前の灯火、虫の息というところまで来てますね。残った山名の拠点は弓木城だけで、山名の領地は畑と、我々斎藤が、分け合ったという形ですね。で毛利が大きいんですけど、大友長宗壁とぶつかっている状態で、勢力がこれ以上大きくできるのか、なかなか進んでいないという状況ですね。で今川もね、勢力伸ばしきれていませんが、武田も同様に伸ばしきれていない。で北条と武田と上杉、この三つどもえの戦いのうち、どうしてもね、強敵だった北条の当主氏康が死んだので、これを機に信玄がね、一気に上杉領、ここに進攻してくれれば嬉しいなというふうに思っています。で我々はというと、アタケ、との、ね、同盟ができましたので、この先はもう機内に兵力を残しておく必要はないので、この先はですね、歩兵している拠点を変えて北陸方面に進攻できるように少し兵力のね、変更を行っていければいいかなというふうに思っています。というわけで、じゃあ今回はね、ここまでにさせていただいて、次回、この続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。